どうも六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のペチとキメルチとチュナイことサクです。というわけで、あなたの声がドラマに出演ボイスオーディション。くそー。オーディションでございます。来ました、ついに。いいですよ、また面白い企画用意してくれてます、ボイス2。まあこのボイスといえばですね、やっぱりこの声っていうのはかなり重要なポイントになってきて、なんとそれの出演権を獲得できるチャンスでございます。よっしゃー。出れるってことですか？そういうことですよ。すいません、新田さんありがとうございます。でね、これ実はですね、6話7話8話の放送で採用されるということで、678あらもらいましたね、6組の3連単ですね。そうなんですよ、我々向けに行われてると言ってもだって3連って書いたんだから。一般応募とか言いつつも、まあテレ屋さんだから日テレだけど、やっぱりだからこう直接は言えなくて、こういう形でオファー、まあオファーといいですね、オファーでございます。通称まあ下手したら678ということで頑張っていこう。声はいいから俺よくないよ。ね、なのでちょっと頑張っていきたいと思いますが、概要はですね、公式ホームページのトピックスに書いてあるので、皆さん見てもらいたいんですけども、まあ3個の声を録音して、それを送って、で、合格したらその声が実際に使われるということなので、まあ単純明快でございます。そして、アマチュア取らないんで。そちらで一つだからね。アマプロ問わないので、こちら皆様もみんな応募できるということで、ぜひ僕たちの見本に皆様も応募してはいかがでしょうか。というわけでやっていきましょう。僕たちは実際にこのマイクを使って音声としてやっていきたいと思います。まあね、マイク使っちゃうとこれズルなんじゃないかと、まあそういった声もいただきますけど、いただきませんよ。これは俺らの武器というか、これも YouTuber としての特権の一つで、そういうこと、専用マイクがあると。これは引っかかってないんだもんね。もちろん使えるものは全部使うと。というわけで、そのセリフですけども、丸1がですね、神奈川本部了解、2がですね、神奈川本部ですどうぞ、3がですね、引き続き以後の指令に留意せよ。あ、ちょっとむずいですね。これむずいんだよな。これは言ってた、こんなこと。いや、聞いたことないけど言ってんのかね。まあみんなアドバイスちょうだい。一番いいのどれっていう話だった。まあそうだね、まあ確かにな。とりあえず66組の誰かが出れればいい。そうなんだよ、ライバルとは言いつつね。まあこれエンドロールに出るらしいんでね。そう、いろいろ試してこう。 OK、 丸1から集中しないとダメだから。 OK です。警察官にならないと。あ、OK、気持ちからね。警察さんが出てると、警察さんがね、イメージしないと。やっぱりそうだよね、イメージから緊急なんだ、そこにいると考えて。これはもう演技ですからね、了解、遊びじゃないんだ。 OK、 しっかりやってくれ。了解、いきます。緊張しちゃダメだよ、緊張しちゃダメだから。警察官は緊張してどうするんだって。そうだろ、俺は警察官。そうだそうだそうだ。ハロー、幸せ。お前はさ、ずっと考えてうるさいなと思ってたよ、こっちは。こっちはやろうとしてんだ、いろいろ。うるせえな。なんか、実家がとか。いいんだよ、それはよ。ボケがぶつかったね、今ね。見事な気がしたよ、正直。来るんだろうなって。でも俺は行くって決めたんだ。もう止まれないよ、俺のボケは。だけど本気で行くよ。気を取り直していきます。神奈川本部、了解。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。でもいいけど、これと言ってんときのまずフレンドだから、お前らが味付けしろ。今俺の持つフレンド状態でした。フレンドが今なのね。聞いたこともないからね、このなんだろう、見本がないというか正解が分からんから、まあとりあえず聞き取りやすかったし、もうちょっとペチ感出してんじゃない。なんだろうな、ペチ感、ペチ感、この人あペチだと、そう見てる人でも分かるよね、ペチだと。神奈川本部、了解。あ、それペチなの？俺、今の俺。そうだな。普段から言ってる。まあいいんじゃないか。まあまあ。お前合格する気あんの？見たことねえだろ、あんな言い方してんの。めっちゃ緊急なんだぞ。ちょっと、ノーマルで、一回ノーマルで、お前はノーマル攻めてみれば。あ、逆にね。ノーマル担当ね。なるほどね。神奈川本部、了解。ナイス。あ、いいねいいね。ナイス。お前得点入れてねえんだよ。ナイスじゃね。いい了解だったね。よかった。神奈川本部ですどうぞ。神奈川本部ですどうぞ。あ、ちょっと笑ってなかったね。にやけてなかったなんか。神奈川本部ですどうぞ。にやけてた絶対こいつ。今だと言いたくなくなるな。要件をな。切りたいですね。神奈川本部ですどうぞ。どうぞどうぞなってるから。どうぞ。警察官ですか、ペッさんだよ。すみません。どうぞだよ。もう緊急神奈川本部です。どうぞ。安心させてください。神奈川本部です。どうぞ。うん。オッケーです。はいね。神奈川本部です。どうぞ。下手くそかな君は。なんかな。舐めてんのか。力んでるよな。なんかなんだろうな。確かに今下手だったな。もう3いくわ。うん、そうしよう。もう2は任してくれ。2はちょっとお前じゃもう無理だ。2はね、そうだな。ドゥズーが言え。ドゥズーってなっちゃうから。ちょっとすまん。1か3で攻めてくれ。頼む。俺ね、3はね、得意だからこれ。難しいぞ。引き続き、以後の試練に留意せよ。まあまあまあ。なんか今のドラマに使われてる感がすげえあって。あ、マジで力が抜け出たわ。ああ、そうなんだ。絶対ガチガチになっちゃうから、君はマイクを持つと。そうなんだよ。ペペさんもうね、ペペさんのやり方見て思ったけど、あんまり止めてだと緊張しちゃうから、もうスパッと3つ全部いった方がいいよ。何めんどくさだって。そうだね。めんどくさが、お前もめんどくさがるね。失敗したとしても。いやいやいや、そのまま3つ送るから。じっくり言わせてよ、そこは。選ばせて。じゃあ、まあちょっと思う感じでやってみてよ。あ、でもまあでも言っちゃおうかな。ちょっと開けて、一回全部。あえてね。通して、あえてね。俺はあえて言うんだ。めんどくさいとかじゃなくてでしょ。当たり前じゃんでしょ。うん、オッケー。やってみようか。いきますよ。はい。神奈川本部、了解。神奈川本部です。どうぞ。引き続き、以後の指令に留意せよ。素晴らしい。いいね。これ、受かったんじゃない？素晴らしい。合格良かったんじゃない？はい。あのね、嫌味がないのよ。確かに。やっぱり雑味がないね。そう。うん。お疲れ様。以上。早くなりました。めっちゃ早くない？俺のターン。俺のターン、マジ1分もかからずに終わったけど。下野さんの劣化版っぽかった。それもそれでちょっといろいろ失礼に当たるから。でも真面目な話、優しい感じあったなって。うん。なんかケメの良さは出てる。あ、本当に？オッケー。でもそうだよ。何回やっても一緒だからお前は。なんでだよ。声の主見てお前だったらびっくりする。だから今回その顔がいらないってのがまたいいよな。そうだ。俺チャンスなのかも。チャンスだよ。これはやった。いいね。さあというわけでケメロジが瞬足で終わった。いやでもこういうもんかも分かると。そうだね。逆にね。うん。さあ最後はサクでございます。お願いします。はい。いくよ。続けています。うん。あ、続けていく。はい。はい。神奈川本部、了解。神奈川本部です。どうぞ。引き続き、以後の注意に注意せよ。はい、残念でした。以後の注意に注意せよは、まあ、注意するよ、それ。なんだお前。なんだ注意せよ。日本語弱い指令室の人だからね。笑っちゃうもんだって。注意に注意せよ。何言ってなるから。むずいね。いやいやいや、セリフは別にむずくないんだよ、別に。ちゃんと読んで。確かに読めればいいんだからさ。もうやめるの？もう閉じてるけどやめる。しかも1、2も全然良くなかった。まず一番良くなかった。良くなかったんだよ。なんかふざけてる人だった。キャラ設定が全然意味わかんなかったんだけど。なんかその辺にいる人がお前やってみろよって言ってやっちゃった。おかしいな。じゃあラストじゃあ。もう一回行こう。真面目に。真面目に行きます。神奈川本部了解。神奈川本部です。どうぞ。引き続き、以後の指令に留意せよ。よく言えたね。うん。よかったよかったよ。よく言えた。噛まなかった。よかったよかった。うん。ね。ど下手じゃない？楽しかったね。シンプルに。楽しかったね。楽しかったのはいいんだよ。噛まなかった。噛まなかったもんね。うん。あんな気にしなくていいんだよ。うん。あんたがやめたんだからいいんだよ。ね。うん。ね。うん。じゃあ終わろうよ。むずいな。むずいけど。お前ひどかったな。もうなんかずっとひどかった。緊張しちゃうやっぱなんかすごいなやっぱ声優さん。いやすごいよ。わかる。なんかさこの前に練習してたやん。その時はさ結構自分の声理解してさなんかできた感じするんだけどいざやるとさ。そうだね。緊張あるしなんか思った声と全然違う。どこで出すのよね。出てないんだよね思った声が。それに迷ってたよお前も。変な声さ。終始行方不明になってたね声が。もしかしたらとかあるかもしれない。あえてね。それの求めてたかもしれないからね。確かに確かに。というわけで、まあちょっと頑張ってみます、僕たち、ね。はい、はい。というわけで、こんな感じで撮ると、皆様もね、まあ楽しいし、もしかしたらテレビに映るチャンス、声が乗るチャンスなんでね、ぜひ、やってみてはいかがでしょうか。はい、で、ペンネームに、@ムクムクとかつけてほしいな。あ、いいね。もしそう、だから俺らとか、視聴者の皆さん、誰かが受かればさ、チーム6、そう、チーム6組でね、そう、ぜひ、もしよかったらね、つけてください。下手したら向こう側がめちゃくちゃ変な集団から来てる。謎の集団。めっちゃ来てるな。この企画に命かけてきてるやつ来たぞと。みんなで行こうぜ、押し寄せ。まあ、目立つからいいのかも。そっから誰かしら分かる可能性ある。そうだね、あるある。積極的に受けてるっていう、いい印象かもね。かもね。なんで、もし、やってくれる方はぜひね、全然ムクムクって名前使っていただいて、ぜひみんなで楽しんでいきましょう。はい、というわけで引き続きボイス盛り上がっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。また何か企画思いついたらボイス関係とかいろいろやりたいと思いますので、これからもお願いします。以上、66組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画は少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にサク、もうオリジナルのセリフ言ってください。神奈川県警崩壊。諦めた。全部を諦めたんだね。